こんにちは、有限でございます。下天の花初見実況プレイ続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。下天の花セーブしてるよね。はい、大丈夫ですね。さあ、始める前に前置き2分3分ください。まあ、前回のプレイでとりあえず、まだオープニングの始まったばっかりのところですから、一応自由行動権得られましたが、さあ今後のざっくりとした方針ですけれども、まずね、あの恋愛対象、もし恋愛狙うなら誰を重視してやっていくかということで、まあ、登場人物をね説明書を頼りにひたすら見たんですけれども、まあ選びがたし甲をつつけがたいんですけれども、まあ2人ほど絞ろうかなという、うん、1人は、まあ、一方の多分主人公である明智光秀、うん、織田信長に対する一方の主人公であろう光秀さんみたいな、うん、ミステリアスでクールな感じがいいかなと。あとおそらく今回の真相に最も近い人だろうと思われるので、それと気になるのが、まあ、やっぱり、まあ、登場人物の中で一番びっくりしたのが織田信幸くんですからね。彼信長の弟で、うん、まあ、で家督争いに敗れて、まあ、早いうちに死んでしまうわけですけれども、彼が生きていると。でなおかつね、やっぱりもう歴史的にもというか、もう多分同時代人にももうものすごい人間だと思われていた、まあ、兄に対するこの弟っていう立場の、まあ、複雑さっていうのはね、非常になんか、まあ、同情って言ったらあれですけれども、察するにあまりあると、うん、彼のために何かしてあげたいと、彼に寄り添ってあげたいなという、まあ、そういう気持ちを思い起こさせるという意味でね、織田信幸さんもいいのではないかと思うんですよね。まあ、問題は信幸さん、彼が攻略できるかどうかというのがわからないということなんですけれども、まあ、そんな感じでやっていきたいと思いますが、まあ、初見プレイということで完全に手探りの状況で、まあ、これから何をしていけばいいかわからない状況ですけれども、まあ、初見プレイでしかできないことですからね、これ何だかわからない状態で一つ一つに驚いたり、うん、まあ、失敗もしたりしながらやっていくっていうのは1回目でしか経験できないですからね、まあ、この貴重な経験をね、楽しんでいきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。で、鳥になったんですよね、ゆげ子が。鳥になったゆげ子がどこへ行くかっていうと、天守まで行きなさいっていう話ですが、まあ、その前にイベントがいくつかあるけど、まあ、こういう時は、まあ、寄り道してもいいんじゃないかなっていう、そういう雰囲気だと思うんですよ。だから一個一個見て、ちょっと見てみますかね、様子を。手前から安土の、ここ安土城ですよね。だからこれは修練所ですね。修練所ちょっと行ってみますか。鳥チュンチュンで、ね、この扉が開くのがイベント開始の合図か鳥の小鳥の状態でなんかいろいろすっごい真面目なこと考えてるのってすごいシュールですけど、ここは修練所、町人がいるのは天守の松風の間。何者？あなたは多少デフォルメされてもはっきりわかる。あなたは誰か、そこにいるのか、姿を現せ。ここは早く去った方がいい。でもチュンチュンなら疑われないんじゃない。別に、なんだ鳥かって、そうはいかんか。刀の柄が大きすぎますね。握りにくいんでしょうけど、まあ、この方の指がよほど長いか大きいか。誰もいないのか。気配を感じたと思ったが。気配感じられたか。言い方変えれば小鳥になっても気配は消せないんだね。まったく、信長様はどちらへ行かれてしまったのだという。あ、こんな感じであれかな、本作の重要人物にちょっと会えるっていう感じですかね。じゃあ庭園に足を伸ばしてみようか。安土城散策ということでね、夜の散策を行ってみましょう。あ、イベントが始まる合図だね、この襖は。ここは庭園、町人がいるのは外ではなく庭
天使の松風殿は、そう、くどいぐらいですが、分かってます。しかし、人の気配。ここは早く立ち去った方がいい。あん。兄上、こんなところにいらっしゃったんですね。ああ、もうあれですね。なんかもう軟禁状態とかじゃなくて、もう一緒にいるんですね。この世界線だとしたら、それまでのこの十数年というか、まあこの人たちは若いけど、どういう関係だったんだろう。すごい気になるな、この兄弟。天下統一に向けてこの二人はどう教育し合っ協力し合ったんだろうね。ずっと軟禁状態だったわけじゃ なさそうですね。お一人で外へ出るなど、乱丸が心配しますよ。なんだ信行、貴様も小言を言いに来たのか。いえ、姿が見えないので兄上を探していただけですよ。茶室へ行きませんか。僕、兄上がお好きな菓子を持ってきたんですよ。なんとなく気配を察し、ね、左の方からなんとなく気配を察しられてるのかな。で、ちょっと前回の動画でね、あの変な私のへんてこな歴史のなんかを講釈を挟むのをどうしようっていう話で、まあそういうことも言ってくださいというコメントをいただきましたので、もう許可を得たということでね、ちょっとありがたく、もうあのちょっとゲームを中断してね、ゲームの手を置いて喋ることもあるかもしれないので、もうこれでいきますので、ご了承ください。ちょっと今言いたいこと一緒だったけど、いや、はい、では本丸御殿、うん、見てみましょう。町人がいるのは天守の松風の間。ここは小切れだけど天守ではない。遅くにすまんな。あ、襖の向こうは人が多い。万一捕まったらこの姿でも面倒。早くここを触ろう。差し入れでちまきをもらってな。一人じゃとても食べきれんからお裾分けに来たぜ。ちまき、餅菓子の一種。米粉やくず粉で作った餅を笹などの葉で巻き、いぐさで縛って蒸したもの。端午の節句に食べる。ちまきってもう私めったに食べないけど美味しいんですよね。っていうのを持ってきたそうです。まあ、ありがとうございます。よろしいんですか、こんなにたくさん。美人さん方が喜んでくれた方が食い物も幸せってもんさ。たんと食ってくれ。あらあら、そんなことおっしゃって。八方美人は高貴な姫様には嫌われてしまいますよ。そう、そう、八方美人はね、その恋愛対象としては限定の 対象だっていうことをね、オリビエ・ポプランが言っておりましたけど、オリビエ・ポプランというのは銀河英雄伝説の登場人物です。そうなんだよね、八方美人っていうのはね、一途に思われている人にとってはマイナスだよね。今は明日入場される姫君に興味を持たれているのでしょう。とっくに皆知っております。こりゃ参った。そんなところまで噂が広まっちまってるのか。まあこの方はやはり高職な性格なんでしょうね。でも、まあ、ネネという奥さんがいるのにって思うんだけど、まあ、彼女ももともとそういうのには奔放というかおおらかなタイプだったそうですが、でもこのゲームはあれですよね、全員独身ですよね一応。はい、ということで、なるほどね、主要登場人物をちらっと見ることができたんだね。じゃあいよいよ天守へ行ってみましょうか。はい、町人がいるのは天守の中。窓がなくて暗い廊下。というか町人がいるって言って、周りを見て回りましたけど、まだ会ってない人がいますね。その人が天守にいると、それが町人かっていう話ですね。ここが松風の間と見て間違いなさそう。あれは、あ、でもさすがに鳥の状態で部屋の中入ってくるのはちょっと怪しいね。なかなか入ってこないからね、鳥。
来ました。こんなところに小鳥ね。おい、銃剣？銃剣ですか？その剣の先には銃がついて、あ、じゃあその銃の先には剣がついてるんですか？ちょっと、短い剣をつけた小銃。当然ながらこの時代、あの火縄銃が普及して、日本の、特に日本国内ではね、爆発的にちょうど戦国時代ということもあって、まあ、ヨーロッパから流れ着いたものですけれども、最終的に安土桃山の、まあ、関ヶ原にとかの、ま、の頃にはもう世界で有数の、火縄銃の、生産数、所持数を誇っていたのが実は日本です。まあそれだけね、日本国内が戦国で乱れていたということなんですけれども、だとしても火縄銃に銃剣をつけるというのはまだまだ先の話で、この今この戦国時代の火縄銃に銃剣つけても意味がないですからね、戦いの際にそういう戦い割り方はされてなかったんだけども、銃剣を持っているそうです。羽が湯気粉。捕まえた。捕まっちゃった。どうやってこんなところまで迷い込んだのかな。羽どうした、大丈夫か。銃剣で切り落とされたか、なぎ切られたか、疲れたか、なんて聞いても答えられないか。チュンチュンとしかね、チュンチュンとしか。哀れな小鳥、悪いけれどさようならだ。仕方がない、欺くのはここまで、というよりもそこまで分かってて多分この人言ってんだな。おお、戻った、術で。この区内は？お、来ましたね。活動的ユリコ。お静かに。下手に動かれますとお怪我をなさいます。おや、怖いね。けれど。まだ笑っちゃ悪いけど、これまだ光秀不利だと思うんだけど。名前言っちゃった。これ切りにくいよ、こっからゆえこの首。これ まだゆえこ有利。てかゆえこさん、左の区内使おう。いや、まだいける。あの構えだったらそんな力入んないから切らんないよ、大丈夫。そのゆうこ右の区内でグッてやってやれ。ならば、でこれでなんかね、誘惑っていうのがなんかポイントらしくてですね、誘惑をこう成功させるとよりこの親密度的なものが上がるということが書いてありましたが、でもこれある程度仲が良くならないと意味がないから、これは今選ぶべき。あ、でも逆に面白いのかな。あの選択肢のスタイルって、あのネオロマンスで言うと、アンジェリックタイプとコルダタイプって大きく分かれると思うんですよ。アンジェリックタイプはちょっと遊びの選択肢はもう容赦なく失敗だと思うんですけど、結構コルダって遊びの選択肢、それはそれで面白いっていうのがあったりする作品だと思うんですよ。どっちだろうね、この作品だと。でもこの誘惑はしっかりゲームシステムに入ってるから、誘惑やめとこう、情に訴えて。いやー、そういう状況じゃないだろう。このお方にそれは通用しないだろう。もう致し方ないね、やるしかないね。これこのまま右手グッてやればね、いけるよ。行こう、もうそれでゲーム終了だ。ならば、あ、逃げるのね。ならば
隙を見つけて逃れよう。さあ、隙見つけて、隙見つけて。まだかな。隙がない。隙がなかった。これの体勢は隙がないか。ダメか。ものすごい体の体勢的にはその剣では切られない、力入らないと思うけど、そうじゃないんだね、きっと。うん、それでもやってくる実力を持っている人なんだね。それをユゲコが感じてるんだね。なるほど。私から逃れるつもりかい？無駄だよ。どうする？このままでは拉致が開かない。どうしようかな。なんてね。変化の力は大体分かった。遊びはおしまいにしよう。伊賀のくの一殿。バレてた。伊賀、これは説明しますかね。くの一、女の忍者。本当にいたんでしょうかね。どのぐらいいたんでしょうかね。まあでも最もね、忍者っていうのをその、まあ、今でいうスパイであるとか、あるいは情報収集家やとか、まあ、そんな感じでね、そのぐらい広い意味で見るとそういう女性の諜報官、今でいう諜報員的なのがいたかもしれないですね。私を知っているならばこの方が。ん？あれ、そんなことを言われたっけ。夕影だっけこれ。夕影にこそ先勝りけれ。これでよろしいですか。合言葉だったかな。いいよ、合格だ。君の変化の力を認めてあげる。あ、そうだよ。合言葉は具体的には聞かなかったね。ゆえ子だけは聞いてたんだね。私は知らない。私は明智光秀、君を飼うことに決めたよ。飼うだって。今坂本上司なんだな。私を飼う、それは雇うということですね。まあそんなところかな。もちろん働きに応じて報酬はあげるよ。君のような面白い手駒を探していたんだ。どうしても欲しいものがあってね。ご所望のものが終わりなのですね。お宝の類でしょうか。一体どこの宝。そんなつまらないものじゃない。私が欲するのはただ一つ。天下だよ。やっぱり。はい、第1話、妹姫。信長の妹のことか。ちょっと話がどんどん進んでいく。光秀殿の妹君がご入場される。あ、違う、光秀さんだった。信行様、乱丸から無理やり聞き出しましたから確かですよ。光秀たってのお申し出ということで、信長様もお聞き届けになられたって話だ。かなり大事にしている妹らしい。楽しげですね、秀吉殿。そりゃもう、光秀がそこまで可愛がるからにゃさぞ可憐な姫君かと思いましてな。まあその兄が言うには変わり者だそうですがね。ほう、変わり者ですか。へえ、可愛がりすぎて奔放に育ってしまい、普通の姫とは振る舞いがやや違うとか。説明書には出てきてなかったですよね。なるほど。まあどんな変わり者だとしても兄上なら受け入れられるでしょう、
何せ兄上自身があのご気性です。城内の武将だって変わり者だらけですしね。違いない。まあやっぱりね、織田軍団というか、まあこの時代 に関して、特に戦国時代みたいなね時代はそうですけど、やっぱもう当主ね、ものすごい能力を持った当主っていうのは往々にして変わり者だったり、性格気性がね荒かったり、むしろ性格に欠点があったりするぐらいの人ですけど、そういうそのカリスマ性がものすごくある当主って、その人一人だけだと案外うまくいかないんですよね。でそういう時にすごく重要な存在となっていくのが、まあ、例えばここで言えば織田信之君とか、まあ、史実で言えば、ね、武田信玄の弟の信繁とか、まあ、羽柴秀吉の弟の秀長みたいな、まあ、干渉剤というかさ、この当主と家臣たちの間を取り持つで、なおかつその当主にもしっかりと近くで物言いができるぐらいの近さの、そので穏やかなさ、その調整役っていう人がいると家が持つんですよね。でそれでうまく勢力も拡大できてお家も安泰ってなるんですけど、まあ、そういったね、まあ、誠の副将じゃないですけれども、そういった意味でさ、またそういう戦国時代はそのものすごく派手なタイプの、まあ、大人気の人物の弟って好きなんですよね、うん、さっきの信繁、天宮信繁しっかり、秀長しっかり、いろいろありますけど、で今回は史実では死んだはずの信行くんがその立場をになってるのかなって、さっきのシーンも含めて思ったな。なんか信長さんをいさめる役、ね、かつては森役の日立正秀って人がやってましたけど、うん、まあ、ちょっと気性の荒い信長をいさめたり、うん、私さっき織田信秀って言った、また言い間違えてる、日立正秀ね、森役日立正秀、まあまあまあ話長くなりますねっていう感じなのかな、信之さんだとしたらね、ここまで生きていく、まあ、生きていた、本当それこそね、キルヒアイスじゃないですけど、信行が信長と仲良く生きていたらどうだったろうっていうのを見せてくれるのかもしれないね。おっと、こうしちゃいられねえ。信行様、失礼を。さあ、ごめんなさい、話戻しましょう。明智の妹。ちと明智の姫への贈り物を見繕ってきますんで。筋肉もりもりですね、秀吉さん。それはそれは。僕も何か考えておこうかな。可愛らしい姫君ならぜひお近づきになりたいから。まあでも少なくとも表面から見える信行さんは本当に穏やかで、ね、明るさも持ってて人当たりの良い感じがして、まさにさっき言った、ね、信長との家臣との干渉剤、接着剤、調整役みたいな感じですけれども、まあ前回にもちょっと話したその偉大すぎる兄に対する、まあ、コンプレックスなり複雑な思いなりっていうのが今の時点では見えないけど、いや持ってるに違いないとは思うんですけど、さあなぜ来た妹、二の丸邸にて、はい、二の丸とは本丸本城に対して補助の役割をする城郭。そうです。まあお城っていうのはね、まあ、簡単に言いますと、まあ、もちろんあの敵から守る一つの要塞であると同時に、その当主城主とかそういった人の住まいなんだよね。で本丸二の丸三の丸っていう感じであって、でそこから三の丸二の丸本丸っていう防衛線があるんですけど、で普段はそこにその城主であったり当主であったりその家族とか重臣たちが住んでるんですよね。住居でもあるんですよね。はい、以上。今日からここが私の住まい。あ、住まいくれた、二の丸に住まいくれたの。あ、姫側室か何かですか。優美な調度品、居心地は良さそう。まだかい。早く変化しないと使用人たちが挨拶に来てしまうよ。あ、そういうことか。なるほどね、妹。なるほどね。はい、今すぐに。お、変化の術です。
魔法少女。やはり魔法少女だった。じゃじゃん。そういうことだったんだ。そうだそうだ、説明書見てもちょっと不思議に思った。なんでゆえこう姫の格好してんだろうって。あったね、これか。姫に変化するのは初めて。うまくできているといいけどね、多分ね、伊賀の山里でずっと生まれ育ったゆえこにとって、その都びたあの姫って想像の中の世界でしかないと思うけど、その想像でちょっとこんな感じにしてみましたっていう姫気味だったけど、どう思われるかな。なるほど、なかなか見事だね、桔梗。あ、上がった。何もしてないけど上がった。恋愛対象は親密さを表す A2 子、今回 A2 子って言うんですね、和風ですね。 A2 子というパラメータを持ちます。 A2 子が高まると画像のようなエフェクトが表示されます。はい、これね、オーブね。A2 子を高めることで恋愛イベントが起こしやすくなります。 A2 子以外の条件も満たす必要があります。そう、もう一個あるんだよね、警戒心みたいなやつ。豪華な着物、まだしっくりこないって。その着物も含めてあなたすごいね、変化の術って。桔梗、桔梗。はいはい、桔梗という姫としてなり振る舞うんですね。まさに明智の家紋と同じ。じっとしていなさい。背中から尾が覗くわけでもないでしょう。それから返事が遅い。桔梗、それが今の君の名前だと言ったはずだよ。ゆげ子という名を誇りにして今まで生きてきたんですけど、私はこの本作では桔梗にならなきゃいけない。はい、申し訳ありません兄様。今日から私はゆげ子ではなく桔梗姫。そう、あのね、本名なんだっけ、要するに蛍ではなく湯月子でもなく桔梗姫ということでね。あ、ちょっと二重に名前変えましたけど、まさかこんなことになるなんて思ってもみなかった。天下を欲するとは、まさか光秀様は謀反を企んで。はい、神官が主君に背くこと、主君に取って代わろうとして兵を挙げること、反逆、まあ謀反って言うんですけれども、まあね、日本一有名な謀反って言ったらまさにこれだと思うんですけど、この方のやつだと思うんですけど、まあ戦国時代はね、もう弱いに、特にね、大大名は目立つけど、弱い中小大名っていうのはもうとにかくもう自分の家を守るかどうか、守れるかどうか、自分の城が守れるかどうか、生きていくのがもう家を生き延びさせるのが最大の目標だったり、まあ、あるいはそれがきっかけで謀反なんかも起きるから、もうしょっちゅうね、小さい謀反っていうのはいくらでも起きてました。日本中意外にあるもんです、謀反って、反乱ってやつ何を驚いているのかな。織田信長の臣下として天下を望むのは当然でしょう。そうなの、信長様を支えて自分の能力を発揮して、それで良しとはしないんだね。まあ差し詰め銀英伝で言ったらオスカー・フォン・ロイエンタールのような位置づけでしょうかね、光秀さんは。ああ、天下とは信長様のでしたか。何の天下だと思ってたの、ゆえこ、逆に。もちろん我が主信長様の天下はもう目前だが、天下に近づけば近づくほど敵は増えるもの。なるほど、信長を恨む者も増えているはずだと。私は安土の警護を任されていてね、信長様の恩義を必ずお守りしなければならないんだよ。なるほど、安土、まあ、滋賀県琵琶湖の東岸にある、もともと観音寺城って言われていた大きな城だったんですけど、それにさらに改修を施して安土城と改名したんだよね、確か。確か警護とは非常の時代に備え警戒して守り固めること以上。けど物騒な世の中だから
城内に敵がいないとも限らない。なるほど。そこで信長様の敵に回りそうなものを見張るため君を雇った。何か最初の言葉とちょっと矛盾が生じてますね。つまり？なるほど、わかりました。闇に紛れ信長様の身辺に目を光らせていればよいのですね。いや、それでは足りない。君、さっきの術を使って姫の姿に化けなさい。私の妹ということにするから。すでに信長様には妹が滞在する許可をいただいている。妹姫となってここに住めと。君が麗しい姫に化ければ安土の男たちも油断して心の内を明かすはず。妙な動きがあれば私に全て伝えなさい。いいね。はい。歯切れが悪いね。分かっているのかな。もう君は私の忍び。正体を怪しまれたり私の意のままに動かないというのであれば君には消えてもらう。うん。空気が一瞬で変わった。光秀の者にごまかしは通じない。でもその時は鳥に化けて飛んで逃げるさ。追い切る前。さて、心配は残るけれどもう時間だ。彼女たちが来るから準備して。さあ、ということで彼女たちが来るから準備してということで、第1話が始まりまして、ゆげ子が依頼主どこだろうって言って行ったところ、やはりこの依頼主は明智光秀だったということで、で早速与えられた任務は姫に化けてその信長を警護しつつ情報収集しろということなんですけど、まあさっきの光秀さんの言ってることは完全に裏がありますね。だからいろんな、要するにゆげ子をそういうこの城内の者たちの心を開かせて話を聞くと、でまあ信長に対してどう思っているかも含めて聞けと。でおそらく信長に対して威信や反心を持っている人がいたら逐一報告しなさいと。そういった人たちを味方につけて無法を起こそうとしてるのかな。だからそういう情報収集をしろっていう、いうことを含んでるんでしょう、今のきっと。わかりました、わかりましたって言っちゃっていいのかな。さあ、ゆめ子自身がどこまで光秀さんに協力するのか、それともね、信長や信行っていった、そっち、そう、謀反されたら困る側を守るのか、これはまだわからないですけれども、さあ、時間が、キリのいいところ来てしまいましたので、一旦動画の方はここで終わりにしたいと思います。さあ次回、姫としての振る舞いうまくできるかどうかお楽しみということで、今回は失礼したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。